はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、前回前々回と続いて、こちらのフィギュアのご紹介、はい、ドラゴンボール超戦士フィギュア第3弾ということでね、はい、ラインナップっていうラインナップ見ていきたいんですけれども、こういう感じですね。はい、ここにスーパーレアはブロリーゴールドバージョンって、今度はね明確に、スーパーレアという枠ができてます。はい、ラインナップはねこんな感じです。でこれはね、皆さんご注意していただきたいのが、多分ね店頭でバラで売ってる場合はこれサーチされますね。はい、ブロリーがまず、段違いに重いです。です。このスーパーレアのブロリーはもうだいたい2000円前後で今取引されてるんでね、だいたい重たいやつ抜かれてます。はい、なのでね、バラで買うのはちょっとおすすめできないかな。まっさらな状態だったらいいけどね。はい、でチライがね異様に軽いっていうね、これは分かりやすいですね。まあそこら辺はねちょっと重りとかねつけてねちょっと調整してほしかったですね。これはもうはっきり言ってブロリだけ抜かれるっていう手法を使われます。はい、で、もう早速ね、一番手前を、これ掴んだんですけど、これは重いんですよ明らかに。なのでこれブロリなんですよ。はい、っていうのをね、もう証明しちゃいましょう。はい、もうこれブロリなんで開けちゃいましょう。ただこれがゴールドかどうかっていうことなんですよね。ノーマルのバージョンもあるんでね、はい、早速一発目でゴールドを引いて安心したい。はい、では行きます。1個目、来いブロリーゴールド、行きます。せーの、おっきゃー、ほらほらほらブロリーなんですよ重いのはブロリー、しかもこれゴールドスーパーレアバージョンですね。やった、よかった、一発目で弾けてよかった。はい、てな具合でね本当に分かりやすいんですよ。これ重さが全然違う。ちょっと重いのもあるんで、本当微妙っちゃ微妙なんですけれども、でもね比べるとよく分かりますよ本当に。はい、まあ、これもちょっとは重いんですけど、そこまでじゃないんで、まあおそらく5ジータぐらいかな。5ジータご飯、悟空、バーダック、そこら辺だと思います。フリーザとチライは絶対軽いと思うんですよね。はい、なので、おそらく5ジータかな。はい。2個目。2つ目、いきます。はい、せーの。あ、バーダックか。バーダックでしたね。はい、バーダックは、中くらいの重さですね。あ、一応ねこうやって縦で、行ってますんでね。はい、はい、では3個目、ちょっと待って、軽さで言ったら、あ、ちょっと軽いな、さっきより軽いんで、フリーザいきます。せーの、ほらなんとなくねこれ分かるんですよね、重さでね。フリーザでしたね。はい、じゃあこれ、4個目、これちょっとね微妙に重いんで、これも悟空かゴジータどっちかだと思いますね。まあ、バーダックはダブル可能性もあるけど、いきます。せーの、ほら悟空じゃねえ、ゴジータです、うん、やっぱ重さでわかるわこれ。これねサーチされますね絶対。もうブロリーだけ抜かれてますよもう、うん、はい、これはね軽い、これ軽い、あ、軽いけど、どうだろう、チライかな。はい、とりあえず開けてみましょう。はい、いきます。せーの、
ぱ、あ、悟空で、あ、悟空ですね。はい。あ、普通の、普通のじゃないけど、スーパーサイジン、コクとスーパーサイジンの悟空。これはね、バーダックよりはちょっと軽いかな。うん。中の章みたいな。わからないって。いや、これはね、実際ちょっとね、自分で、持ってみないとわかんないかもしれない。はい。では、6個目。はい。あ、これ。これ軽い。これ軽いから、これチライですよ。100% チライです、これ。今までで一番軽いです。いきます。せーの。ほら。めっちゃ軽いもん。うわ、これわかりやすいな、今回のボックス。うわ、わかりやす。あと何が来てないんだっけ？ノーマルブロリーとスーパーサイジンゴジータが来てない。はい。はい。ということでね、これはね、これは、ゴジータだな。ゴジータなんで、こっちが来れば、あのですね、事前に私もね、一つ買って、重かったんで、一つ買ったんですよ。そしたら、こっちのブロリーだったんですよ、ノーマルの。はい。まっさらな状態でね、はい。買ったんですけど、重いということで買ったら、こっちだったんですよ。こっちじゃなかったんですよね。もう一回買いに行ったら、もうすでに売り切れてたんです。はい。すでに取られてましたね。一個だけしか買わなかったのはしくったな。はい。ということで、これはね、ちょっと若干重いんで、ゴジータだと思うんだけどな。はい。いきます。せーの。あ、悟空か。まあ、ここら辺がちょっとね、微妙なところになってくるな。これ重いな。これ重い、これブロリーですね。ブロリーは多分あとノーマルなんで入ってんのが。なのでノーマル持ってるんで、ちょっとこれちょっとパスしますね。はい。あ、これ。これ軽い。これ軽いな。ちょっとすいません。こっからちょっとサーチしますね。はい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 。明るい明るい。これですね。はい。ゴジータこれです。はい。いきます。まあ、それはバーダックの可能性あるけど、これのゴジータだと思います。いきます。せーの。あ、バーダック。やっぱりね、ブロリの次に重いですね、バーダック。うん。ブロリの次に重い。ということは、あ、これだ。これですね。はい。これが、ゴジータ。スーパーサイジのゴジータだと思います。いきます。せーの。ほら。わかりやすいぜ。今回わかりやすいぜ。はい。すごいね。前々回が一箱残しだったんですけど、で、前回が二箱残し。で、今回三箱残しっていうね。すごいね。順々に行ってますね。はい。ということで、ではね、袋に出して、一つ一つ見ていきたいと思います。はい、袋から出し終わりましたんで、見ていきましょう。ではね、一番最初は、ゴジータ、スーパーサイジンブルー、こちら。いっちゃいくぜ！はい、カメハメハを放っているポーズですね。いやー、いい。かっこいい。再現度高いですね、はい、これはいいな、毛のたなびき具合もね、忠実に再現されているんじゃないでしょうか、はい、ゴジータ、はい、続いて、ブロリー、普通のフルパワーバージョン、はい、こちら
こちらはねちょっと塗装の具合でね、顔面がちょっとのっぺりしてる感はありますけれどもね、これも絵には忠実に再現されているんですね。はい、続きまして、ブルーの、悟空、はい、こちら、はい、こちらもね本当再現度高いね、うん、こうなんかこう飛び抜いてるのか、エフェクトもねちょっと躍動感のある感じに、走ったエフェクトになってますね。この髪の毛のねブルー具合も綺麗ですね、うん、はい、では続きまして、ゴールデンフリーザ、はい、こちら、はい、何気にこれいいですね。フリーザなんかかっこいいな。デスビーム放ってんだ。このゴールデンフリーザかっこいいな。なんかすげえかっこいいんだけど。で、天使の輪っかもちゃんとついて。なんか今までで一番いい気がするな。はい、エフェクトはね、すごいこう。デスビームによってほとばしる、風みたいな感じなのかな、はい、いいですねゴールデンフリーザ、はい、続きましてバーダック、はい、バーダックはこちら、はい、こちらもねエフェクトが、分かりやすいですね。手に、気を集中しているようなエフェクトになってますね。このエフェクトがね、うん、なんかこう躍動感にプラスさせてくれるんで、なかなか凝った、演出になってますね、うん、これ何気に髪の毛がね、ツヤ消しになっててすごいいいですね、うん、テカってないんで、なんかすごい高級感っていうかね、そんな安っぽさを感じないっていうのがすごくいいと思います。バーダック、はい、続きまして、チライいきます。こちら、はい、チライはすごい可愛いですね、うん、チンチクリンで、ずんぐりむっくり、はい、もともとのキャラが可愛いんでね、うん、でスカウターがクリアパーツになっているんで、なんかすごく、見栄えがいいですね。作りも丁寧です。後ろのエフェクトっていうか、これは何だろうね、テクスチャーなのかな、岩のね、うん、いやこれは可愛い、うん、はい、よくできてるよ、はい、で、続きまして、スーパーサイヤ人の、ゴージータ、はい、こちら、いっちゃいくぜ。こちらもねブルーと同じで、造形は全く一緒なんでね、うん、まあ問題ないですね、はい、で最後が、スーパーレアの、ブロリーゴールドバージョン、はい、こちら金ピカピンブロリーです。金ピカピンだね、ほんと。すげえ、ゴールドジムに通ってるみたい。いやー、すっげえ。金ピカピン、これはスーパーレアですね、ほんとね。
すごい。なんか一つだけなんかやっぱ高級感ありますね、金色だとね。はい、といった感じですね。はい、あとはねもう第4弾の発売を待つのみとなりました。はい、まあ、続けて、ご紹介させていただきましたこの超戦士フィギュアシリーズ。はい、まあね、これは、まあ、自分はねあの超戦士シールウェハース、あちらを、一応コンプリートしてるんで、やっぱそれのつながりでちょっとねシリーズ的に好きなんですよねこれが。はい、なので今回は、まあ第4弾のちょっと天使悟空がねすごい良さげなんで、そのために、残りの全種もコンプリートしようと思って購入した次第でございます。はい、まあ皆さんもね、これを見てね、あ自分も欲しいなと思ってね、購入していただけたら、この動画もね撮ってよかったなと思います。はい、まあとりあえずこんな感じですね、続けて、ご紹介させていただきました。もしよろしければ、チャンネル登録、ぜひねよろしくお願いします。では最後は回転台座でお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。